失礼いたします。当時に入らせていただきます。元旦を除く364日、院内のトイレ、廊下、病室、診察室などの環境整備と美観維持のため清掃業務を行っております。掃除終わりました。失礼いたしました。気配り、目配り、心配りです。通院や入院される患者様、そのご家族、そして病院を訪れる外来者の皆様、教職員の皆様に対して常にホスピタリティの心を持ちながら安全に配慮しつつ業務を行っております。管理交換に入らせていただきます。失礼します。カーテン交換終わりました。ありがとうございました。私もいろいろな病院施設を見てきましたが、信頼病院は感染症に対する意識が非常に高く、報告・連携体制も整備され、感染予防対策がしっかりしています。私たちが行っている業務の一例ですが、病室のカーテン交換を実施しています。感染症の患者様が退院される場合は随時交換、交差感染予防を目的とした定期的なカーテン交換は3ヶ月に1度行っております。病棟から依頼のあったベッドを回収し洗浄を行っております。洗浄が完了した後、ベッドメイクをして病棟に納品する業務です。ベッド洗浄機のある病院は全国的にとても珍しいです。信頼病院ではベッド洗浄業務を機械による高温洗浄を行っており、汚れがしっかりと落とせ感染予防につながっております。安全と安心です。安全についてですが、ベッドの移動は2人1組で前後左右注意しながら行っております。安心についてですが、清潔できれいなベッドを利用していただけるように責任を持って業務を行っております。コーヒーを通して居心地の良い空間を提供することが主な仕事です。ドリンクやフードを心を込めてご用意しています。地域社会に根ざしたコミュニティカフェとなる割り年に居心地の良い空間を提供しています。
笑顔です。お客様の喜びが私たちの喜びとなるよう従業員一丸となって仕事に励んでいます。タリーズコーヒー信州大学病院店で障害者雇用を進めています。一緒に働きながら障害を持った方も共に笑顔で働くことのできる環境を整えています。病院でも街中と同じようなカフェがあると気持ちも明るくなると思います。患者さんやお見舞いに来た人、また日々の感染症対策や新型ウイルスにも最前線で対応してくださっている医療従事者の方々、病院職員の方々に感謝と癒しの空間を笑顔で提供できればと思って運営しています。